入りすぎだ。僕は子供じみた解決のない話は嫌いだ。激しいやつは完熟トマトの月に嫌いだよ。下取り聞くかな。はじめまして。日本で今アニメーションディレクターっていうか監督をやってます森本です。今回持ってきた、ショートフィルムの中に、ハッスル時たま君という、一番最近の作品なんですけども、今回このフェスティバルで、マグネティックローズ、メモリーズを、上映するということなんで、原作はアキラで、多分、知られてると思うんですけども、大友克洋という人の原作で、一本の長い、それは短編だろうが、ロングの作品だろうが、自分の中に一つ音楽というかそのミュージックが流れないと作れないんですね。だからロックとかっていうと、歌が入ってますよね。テクノ。で、メロディを取ったらノイズ。だから、例えばだからノイズっていう音楽があるように、そういう映画があってもいいんじゃないか。映画っていうのは、
きる。やつらだ。ピーポー。オラオラ。僕はその力を活かせるので、そういう意味ではすごくコンピューターっていうのはいいかなと思ってる。でもだからといって、昔のアニメーションがダメだっていうわけじゃないんですよ。それはすごく良くて、でそのテクニックをそのままコンピューターに持っていこうと思ってる。だからコンピューターで全く新しいことはしようと思ってるはいない。次、今考えている作品は、これから2年後、多分2年後に、上映できると思うんですけども、日本の漫画家で、松本太陽っていう、漫画家がいて、彼のその、鉄痕キンクリガイの作品を今、着手しています。心配すんな。俺たちは誰にも壊されねえよ。みんなポンコツばっかりさ。